がもうちょっと入ってほしいんですけど、全然入んないから。痛い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 。ちょっと動かしておくと、まあこの動く範囲が広くなるので。うん。後で褒めてあげようと思ってところだんだん成長しますから ね、 ねえびっくりだんだん大きくなったんですからね。足伸びたと思う、うん、だってもう全然普通に座れてますもんね、うんうん、身長かなり伸びたんじゃないですか。100はいってないけど90いくつだって忘れちゃった。ちょっと大きめ？いや、そういうわけじゃない。あ、そうなんですね。まあでももう完全にもうあれは過ぎましたね。しゃべるのも、うん、まっきりしゃべるし、そうそうそう、よちよちしてる感じは全然ないですね、うん、ごっこしてるぐらいですよ。赤ちゃんのふりしてる。赤ちゃん代がひどいですね。そうなんです。赤ちゃんじゃないのに赤ちゃんのふりされるのも大変ですかね。はい、向きやすい方にまずどっちからでもいいんで、横向きに。こっちかな。これ気持ちいいですよね。気持ちいい。私かなり好きなんですけど。好き。もしもし。悪くなってますね。肩が上がらなくなっただけあって、うん、この体勢変だもんがもう大変ですもんね。これちょっとやっぱ肩甲骨意識してした方がいいですね。はい、肩甲骨がちょっと危機です。危機危機。あーそう、危機か、うん、お母さん大変だって、うん、じゃ肩甲骨ががっちり固まってるんで。固まってるんだ、うん、ついちゃってますね、うん、ここがもうちょっと入ってほしいんですけど、全然入んないから。あ、痛い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 。ちょっと動かしておくと、まあこの動く範囲が広くなるので、うん、はい、反対横向きですね。こっち来るのか。動きが悪いですね。え、左の方が、うん、なんか肩はそうですね。あらまあ、なんかくっついてくる感が。両方ともダメかも。こっちも。あー、痛い痛い。跳ね上がるっていうか、今日一番そこの肩甲骨が痛かった。動かないですね。癒着してるから痛いんですよ。あ、癒着。癒着。この肋骨とくっついてる。痛い。うん。お広げますか。大丈夫ですか。あ、そこも気持ちいいけど痛すぎる。寝てよ寝てよ寝てよ、うん、まあまあちょっとね。でもまあまあ一応とりあえず、まあだいぶそれでもいいんじゃないですかね。膝が痛い痛い痛い。ちょっ
っと大きくしてください。はい。はい。どうですかね。まる全然楽になってるよ。はい、めちゃくちゃ楽になってるよ。今のところびっくりした。肩甲骨がね。へえ。まあ、でも、うん、多分これで結構肩が動かしやすくなってたりとか。カクカク？でも全然昨日っていうかさっきまでに比べたら、うん、うん、いいよ。ちょ、まいちゃんプール行った。うん、ね、その時ラジオ出した時でガチガチロボットになってた。うん、あとは腰の感じどうですかね。うん、腰も、うん、うん、滑らか、うん、すごく滑らか。あ、よかったです。うん、ここもね、足もね、うん、ふーって、うん、そうそうそう、いい、すごくいいですよ。あ、良かったです。でも私そんな悪かったんだと思って。あ、そっちのショックが。そっちのショックが。なるほど。はい、まあ、でもまあそうですね、ちょっと顔色も良くなってますし、うん、まあ、ここすごかった、痛かった。私そうですね、ね、痛かったです。はい、まあ、結構なんやかんや、うん、いろいろダメージが、はい、まあ、でも一応歪みは取れてるのと、まあ、今やって結構あの見た目にもね、うん、顔色良くなってたりとか、うん、動きもしやすくなったってことなので、あの今日一日ちゃんと寝ていただいて寝ないと戻らないからね。そうですね、あの筋肉の修復まで3日ぐらいかかるんですよ。で、まあ、やっぱその間なるべくあんまり無理かけないようにしていただいてれば、まあまあいいかなと思うので、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。